おはようございます。稲野さんです。今回はネットビジネス初心者の方が絶対やってはいけない作業についてお話したいと思います。よろしくお願いします。私も十数年前結構いろいろ失敗したことがございます。何かと言いますと、もう先に結論をお伝えします。要するに自動ツールっていう形になります。まあ自動ツールで言いますと、例えば、自動でブログを作るとか、まあ自動で、YouTube の動画を作るとか、昔はそんなもの結構、買いやすかった時期がございました。やはり、いろんな稼ぐ方法とかそういったものを調べていきますと、まあ楽して稼ぐとか、自動でとか5分の作業でとかっていうような、言葉に結構目が奪われて、そういうところの、セールスページを見て、でそこにセールスページに出てくるのは、画像が結構お金の画像が出たりですとか、あとは、旅行の海外のなんか旅行に行ってるあの画像が出たりですとか、あとは美味しいもの食べてるところとか、なんか豪華なホテルに泊まってるとか、そういったようないろんな、画像がちらちら出てきて、あなたも、自動でこういうツールを使うとこんな生活が未来が待ってますみたいな形の、セールスページに目が奪われて、で気がつくと、ポチッという形で言うのがもう十数年前結構ございました。今度こそはって形でいうふうに思って、いろんなものを買いました。でその中で、まあ、稼ぐというわけではないんですけど、まあ、それなりに効果があったというところで言いますと、まあ、アメーバブログとかではペタツールっていうのがありまして、何かと言いますと、要するに、あなたのブログ訪問しましたよという形で、そのブログ運営者の方に足跡を残していくっていう、ブログ機能があるんですけど、それをですね一個一個そのブログを開いていって、それをやっていくっていうのはかなり結構、それだけで多分確か、1日に、確か1000人まで多分、ペタっていう形で、ブログの足跡を残すことができたと思うんですけど、確かそれを、自動せずに、自分でやりますと多分2時間ぐらいかかります。ですのでその時間短縮というところで、ペタツールというのは、これは結構アメーバブログをやっている方にとってはかなり便利な機能であります。で実際そのペタツールを使って、そのブログの足跡を残しますと、逆に相手の方からも、自分のブログに、足跡を残してもらえるというような、ことは結構ございましたんで、私はいろんなツールを使って、まあ、いろんなことをやったんですけど、まあ、直接お金を稼ぐっていう目的ではないんですけど、まあ、唯一自動ツールで、まあ、効果があるってところで言いますと、そういったまあ、ペタツール、まあ、アメーバブログだけなんですけど、それだけでありました。あとは、ブログ量産っていうところで、キーワードを入れますと、それですぐにブログが作れたりとか、あとはなんか YouTube の動画が作れたりとかっていうようなものも結構あって、まあ、いろんなキーワードを使ってそういったものをたくさん量産した記憶も過去にあるんですけど、結構ですねそういうのをやろうとしますと、まず、レンタルサーバーが必要になって、でドメインも借りてっていうような形になりますんで、まあ、ランニングコストとかでも結構かかったような、記憶がございます。でそういうのは大抵、最低1年契約という形になりますので、まずは、1年契約で、そういった形の、ものをよ、まあ、ドメインと、あとサーバーを用意して、でその自動ツールっていうようなものを購入して、で実際それを、自動化させていくんですけど、まあ本当にその自動化させるまでの、連動させるまでが結構大変で、あくまでもそのツールと、サーバーとを連動させるのにかなり宿泊した、記憶もございます。
ってようやくできたっていうふうに思って、実際いざ、それを使って運用してみても、1円も、稼げなかった思いはかなり、過去にもいろいろございました。ですのでネットビジネス初心者の方は、絶対そういった、まあ、ツールで稼ぐっていうようなものは絶対手を出さない方がいいと思います。あとはですね、最近よくありますのはこの FX 自動売買ツールっていうのもあるんですけど、まあFX の自動売買に関しましても、ある程度その FX の知識がある方でありましたら、ツールのですね、その特徴、例えば、このツールは、ベア型、ブル型っていう、まずこの言葉の意味をまず理解しておかないと、その意味を分かっていないのであれば、多分その自動売買ツール自社自身を、やるのは絶対やめた方がいいと思います。まあ、ブルペアっていう、これはまあ、株式用語でもあるんですけど、まあ、ブルっていうのはまあ積極的で、まあ、ベアっていうのはどっちかというと、まあ、弾力的、まあまあ、やや、安定志向みたいな、形の、まあ、運用方法なんですけど、まあ、そういった、まあ、まず言葉の用語も意味も分かっていなくて、でその、まあ、FX そのものも、理解をされてない方は絶対こういう、自動売買ツールっていうのは、やめた方がいいと思ってます。で特にFX に関しましては結構、一瞬で、資金を溶かした方とかで、あとは借金してやった方とかっていうのも結構、SNS 上ではそういった話もよく聞くんですけど、まあ本当に、FX で儲けようと思いましたら多分、サラリーマンやりながらは多分無理だと思います。ある程度チャートの状況を知ってるとか、ある程度、いろんな、まあ、ロソク足とか、そういったチャートとかの、内容の意味を、意味をちゃんと理解していないと、で、さらに、その相場をある程度、張り付いて見れてる状況でないと、例えば損する可能性が、局面が動いたときに、ロスカットっていう形で、損切りすることもできない。例えば、会議があって、会議が終わった頃にはもう数百万円損したとかっていうような、ことも結構いろいろ、SNS 上では出てますんで、まあ、基本的に、まあネットビジネス初心者の方はまずは FX で多分手を出さない方がいいと思います。であと最近に関しては日本株がですね、バブル期以降の、最高値っていうのを記録して、でまあ、3万円台っていうのを、載せている状況であるんですけど、まあ、株式に関しましてもある程度、まあ、知識をが持っていないと、高値で、株を買ってしまって、で売れなくなって、塩漬けになってしまうという状況 で多分この塩漬けって言葉も多分意味を理解されてない、言葉が分かってないのであればもう株も、やめた方がいいと思ってます。まあ、塩漬けっていうのは要するに、株価が自分が買った値段よりも、予想以上に下がってしまって、売りたくても売れない状態まで、下がってしまって、その株を、持ち続けないといけないっていう意味が、まあ、塩漬けっていうふうに株式用語で言われてるんですけど、ある程度そういった先ほどの、まあ、ブルとかベアとか塩漬けとか、まあ、最低限のそのまあ、相場用語っていうのをまず理解されてないと、そういったものも、やめた方がいいと思ってます。そしたら何がいいのかっていう結論になるんですけど、やはり一番確実なところで言いますと、やっぱり YouTube じゃないかと思ってます。まあ、チャンネル登録1000人、総再生時間4000時間、行くまでが結構大変なんですけど、そこを、クリアしてしまいましたら、あとはもう、毎日チャリンチャリンという形で、お金が入ってくるというような仕組みができますので、だからまあ確実にやるんであれば多分 YouTube が一番いいと思ってますし、まあ私も過去にいろいろ自動ツールで、まあ、失敗した思い出がありましたんで、まあ、ネットビジネス初心者の方はまずは、自動で何かを稼ぐとか、5分で何かとか、そういった、謳い文句にセールス文句がついているようなものの、
サービスっていうのはまずは手を出さない方が賢明だというふうに、まあ過去にそういったもので失敗した稲賀のおっさんの感想でありました。でまた何かですね、まあ副業とか、まあ、YouTube のことも含めてご質問等ございましたら、概要欄の一番上のところに稲賀のさん公式 LINE がありますので、そちらにご登録いただきまして、ご質問いただければ、まあ、お答えできる範囲内でご回答させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。